はい、こんにちは、タートルです。今回はですね、バーベルやダンベルがなくっても効果的に鍛えられるスクワットの方法を紹介します。やっぱりね、小中学生の方とかやっぱり物をね持ってない人も多いと思います。あとはまあ買ってもね結局使わないんだろうなと思って買ってない人も多いはずなんで、今回はね普通に行うスクワットよりも負荷をね上げてより効果的なスクワットの方法なんで、ぜひね最後までご視聴ください。じゃあまずはですね、どうやってスクワットをするのかというとですね、まあここが今ちょっと壁と想定してもらってですね、壁に手をついてですね、まあ、このしゃがむ角度っていうのはいろいろ変えた方がいいんですが、まずは低い位置から壁に手をついて壁を上に持ち上げる、まあ、斜めね上に持ち上げる感じで下半身に負荷を与えて、ここで小さくスクワットしていきます。この時に手はね滑らないはずなんで、しっかりね押す感じで、でお尻の出具合っていうのは低い位置の時はまずお尻をしっかり出しましょう。これで壁をしっかり押しながらスクワットをしていきます。で壁があるとね大体10回ぐらいで疲れてくるんで、疲れてくると少しお尻の位置を上に上げて、手の位置も上に上げて斜め上に壁を押しながらスクワットをしていきます。でこれで少しまた疲れたらお尻を高くして、手も高くして足の使う位置を変えてですね、スクワットをしていきます。で最後は割と膝を伸ばして壁を押しながらスクワットをしていきますといった感じですね。とてもすごい簡単なスクワットなので、まあぜひね毎日でもできるかと思います。はい、お疲れでした。ご視聴ありがとうございます。今みたいにですね、物を持たなくっても簡単に負荷を与えれてスクワットができます。でね、バーベルダンベル持ってやると腰を痛めるリスクというのもあるので、その点で言ってもね、この壁を押しながら下半身に負荷を与えて行うスクワットはまあ腰を痛めにくいメリットもあるので効果的かなと思って、ぜひやってみてください。そしてまあ回数なんですけど、壁を押しながらまあ10回ぐらいで疲れてくるんで、お尻の高さを徐々に上げていって疲れるまでやっていってもらえたらと思います。まあよくね、しっかりできる人は寝る前に疲れるまでを休みながら3セットで、まあそこまでねやれないよっていう人は朝一に疲れるまで1セットだけっていうのをね、ぜひ毎日ねやってもらえたら下半身に締まりの感じが分かってくると思いますし、あとは下半身を鍛えることによって日常生活のね行動がすごい楽になって感じるんで、ぜひやってみてください。日々努力です。努力は必ず報われますので、ぜひちょっとずつ頑張りましょう。でね、まあ、だいぶ動画上げる時間ができたんでだいたい毎日今からはアップしていく予定でおりますんで、ぜひねチャンネルの方に遊びに来てもらえたらと思います。タートルでした。